小島船以来今年2度目の輸出、大村輸出は14年ぶり3回目。4コースは4号艇の山川美幸です。今節シリーズ中盤にはさばいて攻めて4連勝をマークしましたが、ファイナル4コース角戦どう出ていくでしょうか。5コース5号艇長島真希です。昨年はレディースオールスターにレディースチャレンジカップの G22 タイトル制覇を含む V7、 今年はまだ優勝はありません。6コース6号艇の黒沢めぐみです。当地4年ぶり久々の出走でしたが、前走地平和島に続くオールレディース連続優出を決めて初優勝を目指していきます。優勝戦第12レース幕成3対3の体型スタートしていきました。1コース1号艇角は4号艇スタートよく、さあ角から一気に4号艇の山川行きました。攻め込んでいった4号艇の山川まくって先行で1番逃げ残していますが、2番手まで先頭4号艇の山川、追走に1号艇の寺田、その後は2号艇の浜田、後ろ3号艇6号艇並んで最後方5番で1周2マークへ向かっています。スタートは前提正常です。トップ4号艇の山川2マークを運ぶ、1番の懐まで3号艇まっすぐ向きました。後ろ6番失速して危ないところになっていますが、現在先頭4号艇山川、追走1号艇の寺田、3番手は3号艇の松瀬、下がらくの外は2号艇の浜田、後ろ5号艇の長島、最後方が6号艇黒沢です。先頭で4号艇山川1マークを運んできました。3番詰まったところ、懐も相手に2号艇の浜田飛び込んで逆転、3番手に浮上です。体型は4番、1番、2番の順。続きまして、恵比寿吉和賞として恵比寿さんが描いた絵が贈られます。プレゼンターは大村市モーターボートレース企業局局長馬場博之でございます。続いてボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈られます。馬場局長ありがとうございました。今の率直なお気持ちを聞かせてください。いや、本当に嬉しいです。はい、はい、5年半ぶりの優勝となりましたが、久しぶりのウィニングランいかがでしたか。いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、はい、今節は初日後半レースから3連対5勝を挙げる走りでした。はい、今回手にしたモーター27号機、はい、節感通していかがでしたか。ちょっと最初は乗りづらかったんですけど、はい、もう2日目からちょっと自分の形に叩いて、もう自分の形って大した形じゃないんですけど、好きな形に叩いて今日展示ですごいいいなと思いながら乗ってました。はいはい、今日は初日の伸びに寄せた調整にされるということでしたが、そうですね、ちょっと朝からいろいろ試して、結局、まあ、ダメ元で叩いたのが良かったんだと思うんですけど、良かったと思います。はい、はい、まあ、優勝戦でもですが、もう今節持ち味の、ね、スタート力発揮してくださいました。はい、優勝戦もトップスタートでしたが、全速でいけましたか。はい、もう150でバッチリと思っていきました。バッチリでしたね。はい、はい、まあ、そしてもう道中も縦をもう寄せつけることなくの走りだったんですが、そうですね、ちょっと油断するのは下手くそなので抜かれてしまうので、ちょっと緊張して走ってました。あ、緊張されてたんですか。はいはいはい、いや、見事なもう山川選手らしい走りでしたよね皆さん。はい、ということで、ここ大村では16年ぶりの優勝となったんですが、はいはい、まあ、近況のリズム、ご自身の中ではどう感じてらっしゃいますか。いや、最近すごく良くて、いいと思ってます。はい、はい、じゃあさらにリズムアップしていただきたいと思うんですが、はい、先ほど恵比寿吉和杯ということで、はい、恵比寿さんの絵をいただいたと思うんですが、はいはいはい、あの絵はどこに飾りましょう。ね、ちょっと怖いかなまあでも飾らせていただきます。はい、もう寝る時に見える位置とか。いや、見えないところ、はいはいはい、玄関にでも飾っておきます。玄関ですね。はい、楽よけでさあ、今年も残り3ヶ月半となりましたが、はい、年末に向けてどういう走りを見せていきたいですか。まあ、そういうんじゃなくても、私の場合は一走一走で、はい、しっかり、船券に絡めるように
走りたいと思ってます、はい、今後の活躍も期待しております、はい、山川選手は次節9月18日から芦屋でのビーナスシリーズに参戦予定となっております、はい、それでは最後に遅くまで残ってくださったファンの皆様に一言お願いいたします、はい、遅くまでありがとうございました。また、大村に来た時は応援よろしくお願いします。それではこの時間をもちまして山川選手は退場となります。皆様温かい拍手で。